フェドチェンコ氷河は、タジキスタンのゴルノバダフシャンジ地州にある氷河。パミール高原に存在する。名称は、アレクセイ・パブロビッチ・フェドチェンコにちなんでいる。ランドサットによる、衛星写真北緯38度46分01秒、統計72度16分58秒に位置する。この氷河は、細く長く続いている氷河として知られていて、 2005年現在、約7 0トルの長さを持っていて、約900平方キロメートルの範囲を覆っている。この7 0トルという長さは、地球の極限以外の地域に存在する氷河としては、最長である。この氷河は、標高6 2 0 0ル付近から流れ出していて、そこから、おおむね北の方向へと流れ降り、大体標高3 0 0 0ル付近で完全に、誘拐してしまう。 なお、この氷河の中流域における氷の流速は、2005年現在、おおよそ1日に67センチメートルであった。ただし、近年の地球温暖化の影響によって、この氷河は、後退傾向にあり、流速なども変わっている、可能性がある。ちなみに、この氷河の誘拐水は、いくつかの消火線を経てバフシュ川に入り、その後、アムダリア川へと流れ込んでいる。かつては、 この氷河の誘拐水も、アムダリア川が流れ込んでいた、アラル海へと流れ込んでいたものの、近年アムダリア川の川口付近は事実上、干上がっており、アラル海へは誘拐水が届かなくなってきている。フェドチェンコ氷河の存在が広く知られるようになったのは1878年のことである。しかし、ドイツとソビエト連邦との共同調査隊が1928年に、 調査するまでは、この氷河全体の調査はなされていなかった。近年、この氷河も含めた氷河の誘拐水を、タジキスタンでは、水力発電などに利用している。パミール高原の代表が、フェドチェンコ氷河。JAXA 第一宇宙技術、部門地球観測研究センター。2018年7月26日閲覧。AB、フェドチェンコグレーシャー。ありがとうございます。